もっちりずんだもん。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。ロンゲヒゲモジャ丸メガネこと岩手の牛男ブンブンブンゾーと申します。本日はですね、絵の練習がしたいということとですね、動画の幅を広げたいなということでですね、ちょっとずんだもんを描いて絵の練習をしていきたいと思います。ちょっとね、いいずんだもんが描けたら、だんだんそれをベースにね、ちょっとアニメーションとかつけて動かしていきたいななんて思うんですけれども、まずはちょっと描いてみようかなと思います。トリプル S 合同会社様、東北ずんこずんだもんプロジェクト様、素晴らしいコンテンツを本当にありがとうございます。どのキャラクターも可愛いんですが、まずはずんだもんを選びました。なんかずんだ餅の妖精ってのがね、なんかいいよね。名前も可愛いしね。なんか語尾もいいですよね。なのだみたいな。ねえ。ということで書いています。うん、なんか当たりをつけていますが、もうこの時点でちょっとなんか元のキャラより肉付きがいいよな。そこがまずミスかもしれん。とにかくちょっとね、まず当たりをつけて書いていきます。いやー、もっと練習しないといかんなーよ。自分はどちらかというと、デフォルメキャラクターというよりはね、写実的に描いたり、デッサンみたいな見たまんまを描く方が得意だったりするので、デフォルメキャラクター結構苦手ですね。なのでちょっと練習していかないといけません。線もね、これ iPad で描いているんですが、全然洗練されてないですね。今回はちょっとね、あえて太く描いて、そこから後で削る感じに描いています。ね、なかなか安定してないね。デフォルメキャラクターの線は難しいですね。うん、線細くもできるし、太くもできるし、なんなら線なくてね、ベクター映像っていうか、イラストレーターで描いたみたいな感じにもできるし、どのようにするか難しいですね。はい、ここからね、色塗っていきます。まず下塗りというかね、やっぱりパソコンは便利ですね。何回塗っても消したり、こういろいろ試せるからね。これパソコンじゃねえや、 iPad、 まあパソコンか、パソコンの一つだよな。こう試して塗れるし、絵の具代がかからないのがいいですね。水彩画とか油絵の具とかね、色の合成も楽しいんですが、やはりですね、このパソコンというか AI というか、こういうイラストソフトはね、色をこうあらかじめ用意されてるんでいいですよね。自分で調整もできますし、そんなに難しくないし、スポイト使えば元の色の再現も簡単なんで、本当にありがたいですよね。ブラシもたくさんありますし、有志で作ってくれる方もいますからね。本当にありがたいですし、こう気楽に絵が描けてね、楽しいですよね。はい、ずんだもんの枝豆耳っていうのかな、耳なのかな、触覚なのかな、とにかく塗っていきます。自分は耳だと思っていますが、最近はグラデーションの描き方もいろいろ工夫できていいですね。もうそのまま機能で、なんていうんですかね、場所を選んで合成することもできますし、スプレーとかぼかしとか水彩とかでこうブレンドしてってもいいですし、自分の好みでできるのが楽しいですね。うん、お、なるほど。今は、胸部を色を塗っています。やっぱちょっと肉付きがいいよな。そこがミスってるよな。全体的にもっちりしてるとかむっちりしてるというか、ちょっとミスってるよな。ねえ、もうちょっと原作はスレンダーだよな。自信には溢れてるけど、顔がデフォルメむずいな。やっぱりチークが、ほっぺに赤色が入りましたね。で、目を塗り始めています。
OK。ライトが入りましたね。ちょっと瞳孔開いてるかな。でかいかな。こういう癖でキャラクターもの描くときはこういう風に描いちゃうんだな。はい、次に背景ね、最後に描いていきます。うん、なんとなくこう岩手の原風景をイメージしました。後ろに山があって空があって手前に森と草原があると、そんな雰囲気で描いています。もうちゃちゃっと描いてますねもうちょっと手をかけるって感じですが、草原が広がります。ふわー、花もね描いて、うん、最後にね、こっぱずかしいんですがサイン書いて完成です。やっぱりなんかもちもちというかむっちりしてんな次はスレンダーにしましょう。うん。